アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーン。アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーン。アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーン。1837年4月5日、1909年4月10日は、ビクトリア朝のイングランド、イギリスの詩人。スウィンバーンの詩は、その中に、SM、詩の衝動、レズビアン、無宗教といったテーマが繰り返し出てくるため、発表当時はかなり物議を醸した。小説。 アルジャーノンに花束をに登場するハツカネズミの名前は彼にちなんで付けられたもの。スウィンバーンは、チャールズ・ヘンリー・スウィンバーン海軍大佐。後に、海軍大将とアッシュバーナム伯爵、霊城、レディ、ジェイン・ヘンリエッタの間の6人の子供の第一、子として、1837年4月5日、ロンドンのグローブナープレイスのチェスター通り7で生まれた。 幕末日本に赴任したイギリス外交官アルジャーノン、ミッドフォードは母方のいとこにあたる。ワイト島のイーストデネ近郊で育ち、1849年から1853年にかけてイートンカレッジで学んだ。そこで初めて詩を書き始め、それから1856年から1860年にかけてオックスフォード大学ベリオールカレッジに進んだが、この時、 1859年から1860年5月まで短い定額処分を受けている。スウィンバーンは、夏季休暇を、ノーサンバーランドの祖父の家で過ごした。祖父ジョン・スウィンバーン教、1762年から1860年は有名な図書館を所有し、入荷するアポンタインの文学、哲学協会の会長であった。スウィンバーンは、ノーサンバーランドが、 自分の生まれ故郷だと考え、忘れがたい思いは、激しい愛国心に満ちた、ノーサン・バレットや、グレース・ガーリングなどの詩に反映されている。彼はポニーにまたがり、北方の国境の美しい一帯を通り抜けて、荒野の全域で乗馬を楽しんだ、彼は、豪坦な騎手であった。彼はそれを、スコットランドの国境とは決して呼ばなかった。1857年から60年にかけて、 スウィンバーンは、ウォーリントンホールのポーリーントレベリアン夫人の知的なサークルに参加し、1860年の祖父の死後は、ニューカッソルのウィリアム・ベルコット、1811年9月12日、1890年11月22日、イギリスの詩人、画家の家に滞在した。1862年12月、スウィンバーンは、ベル・スコットと彼の客人、 ダンテ・ゲーブリエル・ロセッティもいた思われるに同行し、タインマスを旅行した。スコットは回顧録に、一行が海辺を歩いていた時、スウィンバーンが妙なイントネーションで未発表であった、プロセルピナ参加と、ロース・ベンレスを朗読し、その間、波が、カラコーツの長い砂浜のすべてに及び、遥かカナダの喝采のように聞こえたと書いている。大学でスウィンバーンは、ラファエル全パに関係し、 ダント・ゲイブリエル・ロセッキとは親友だった。卒業後、スウィンバーンは、ロンドンに住み、積極的に執筆活動を始めた。スウィンバーンの詩には、以下のようなものがある。他に、死後に出版された、小説、レズビア・ブランドン、レスビー・ブランドンもある。詩とバラード第一集は、初版発表時にセンセーションを巻き起こした。特に問題となったのが、アナキトリアや、 サフィックスといった札幌へのオマージュとして書かれた詩だった。一方、ザ・レパー、ロー・ベン・ナース、ショート・トーン、ドロシーといった詩は、形式、口調、構成が、明らかに中世風で、ビクトリア朝の魅力を表現した。この本には他にも、プロセルピナ参加、字の勝利、ドロレス、という詩が含まれている。スウィンバーンは、フランスの死刑論道、論道の変化系である。 ロンドータ隊、ロンデル、ラウンデルを考案した。その形式で書かれた詩のいくつかは、クリスティーナ・ロセッティに捧げた、エーセンチュリー・オブ・ラウンドルズの中にある。スウィンバーンは1883年に、エドワード・バーンイコールジョーンズにこう書き送っている。私は、ある形式で、すべての因律を使った、ささやかな歌、ソングス、イエコ歌、ソングラッツの新しい本を書き、 ちょうど出版したところです。その本の検定をミスロセッティも受諾してくれました。私はあなたとジョージーが100ある休業詞の中にお気に入りのものを見つけられることを望みます。ちなみにそのうち24の詩は赤ちゃんや小さな子供たちについて書いたものです。それらの詩に対する評価は魅力的で素晴らしいと絶賛する人から、 単に賢いだけで不自然だという批判する人まで様々だった。ちなみに、エベビー・エスデスという詩には、イギリスの作曲家さ、エドワード・エルワーが曲をつけた、1897年。スウィンバーンは、アルコール使用障害で、SM 趣味で、非常に激しやすい性格だった。それがたたって、スウィンバーンの健康は損なわれ、百七十九年、十二歳の、 時、精神的にも、肉体的にも衰弱し、友人のセオドア・ワッツ・ダントンの世話で、プットニーのナンバー・ニ・ザ・パインズで、残りの人生を送ることになった。以降のスウィンバーンは若い頃の反抗精神を失って、社会からも尊敬される人物となった。1909年4月10日、72歳で、スウィンバーンは亡くなり、ワイト島のボンチャーチに埋葬された。 スウィンバーンはデカダン派の詩人とみなされているが、おそらくスウィンバーンは、実際にやった、報道以上に自分を悪徳ぶっていたものと思われる。オスカー・ワイルドはスウィンバーンについて、悪徳を自慢する人で、自分の同性愛や残忍さを、本当はどちらも、ほんのちょっとかじった程度なのを隠して、同胞の市民に知らしめるために、できる限りのことをすべてやったとコメントしている。 スウィンバーンの語彙、応印、印律についての通行ぶりは、スウィンバーンを文学史上才能ある、英語史の詩人の一人に数えて差し支えないほどだが、そのけばけばしいスタイルと意味よりも、応印を重視した言葉の選び方については批判する意見もある。スウィンバーンは、ジョージ・セインツベリーのヒストリー・オブ・イングリッシュ・プロソディ第3巻のバーチャルスターであり、 より因律的で幾分敵対的な批評家、A.E. ハウスマンも、スウィンバーンの応援の能力を称賛する単評を捧げている。スウィンバーンの作品は、昔はオックスフォード大学やケンブリッジ大学の学生たちの間で大変人気があるものだったが、現在は時代遅れのものとなってしまった。これは、 スウィンバーンの作品についての一般と学者の意見の一致をよく反映するものだが、スウィンバーンの首都バラード第一集とカリドンのアタランタに関しては、これまで一度も批評家の支持を失ったことはない。スウィンバーンが不幸だったのは三十歳頃に出版した、この二つの著書がスウィンバーンをアルフレッド・テニス・ギア、ロバート・ブラウニングのお次、イングランド第一の詩人にしてしまったことである。 スウィンバーンは死ぬまで一般読者の心を掴んでいた。しかし、エイ、e. ハウスマンのような強要ある批評家たちは、よかれあしかれ、スウィンバーンは、イングランドの偉大な詩人の域にないと感じていた。スウィンバーン自身もそれは感じていたかもしれない。スウィンバーンはとても教養ある人物で、晩年は大変尊敬された批評家だった。スウィンバーンは、年を重ねるにつれ、自分がよりシニカルになり、 当てにされることが少なくなったと思っていもちろん、それは年を取ったからそうなったことである。死とバラード第一集以降、スウィンバーンの死はより哲学的、政治的になっていく。特に、イタリア統一に賛意を表した、日の出前の歌で顕著。スウィンバーンは、恋愛死を完全にやめたわけではなかったが、女子死並みの長さの、トリストラム・オブ・ライオネスを含む、 内容はショッキングなものではなくなった。スウィンバーンの因律構造と特に応印の技術は最初から最後まで貫かれている。ザ・カンテンペレリーズ・オブ・シェイクスピアやザ・エジオブシェイクスピアの中のシェイクスピア風やベンジョンソン風の劇作家についてのスウィンバーンのエッセイを読んだ t s エリートは詩人が詩人について書いたものとしてスウィンバーンが 題材に精通し、スウィンバーンの選達でロマン派の詩人たち、つまり、ウィリアム・ハズリット、サミュエル・テイラー・コールリッジ、チャールズ・ラム以上に頼りになるガイドであるとは認めた、ものの、スウィンバーンの3文については、形容詞の取り乱したわめき、規律にかけるセンテンスの強引な乱発は、短期差と、おそらく混乱した精神の武将さの兆候であると、分析している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。